はい、どうもゆうです。今回はですね、エボリューション今たくさん来てますけど、まあこの中でのおすすめ選手紹介していきたいと思います。まあこれも まとめですね。まあ今今までに出してきた動画もあるんですけど、まあそれとかも含めてですね、まあ、掛け合わせとかもありますし、まあその中で、おすすめを、上げていきたいと思います。あとまあ自分もすごい悩んでます。まあいい選手が多い中でどっちが、今後使っていくだろうなっていうのもあって、まあすごい悩んでる部分もあるんですけど、まあその辺も含めて話していけたらなと思います。まあ、このシークレットスタッフっていうのと、何でも屋、まあ何でも屋は一つはあの TOTW、今日の5時に出した動画でも、あるんですけど、ウクライナの選手ですね、ラリーガのウクライナの選手にやってます。まあそれはまた後で、サイト見ながら話していきたいと思います。でまあこのクラブ99と、まあ、何でも屋を皆さんは何にするかっていうのは非常に悩んでると思います。まあ、自分も今悩んでるんですけど、でまあこのレリオの使われた選手も普通に強かったです。トップでですね、上田綺世とかも強かったし、イタリアのバーディ前ちょっと忘れましたけど、まあめちゃくちゃ強かった、はい、とかですね。まあこの英雄クロニクルも何に使おうかって悩んでるんですけど、まあゴレツカなのか、マルケスなのかっていうとこですね。まあその辺も含めて話していけたらなと思います。はい。でまあトップ10に関しては、一応基本的にはあれですね、何でもやっとあの辺含めてで話したいと思うんで、それはご了承くださいってことで、ちょっと見ていきたいと思います。 EGSBC で、見ていきます。はい。まあ、ヒーローに関してはもうほとんどの方はマルケスになるのかなと思いますね。オーバーも98になりますし、まあ、ペースも速いですね。エボしたら94、シャドウで94と、でパスシュートも88、パスも86、ドリブルも83、ディフェンスも98あって、スタミナも91、フィジカルも96あると、まあ、しっかりとした数値あるかなと思います。まあ、予測プランもあるし、まあ、セットプラスついてるのもいいですね。あとエアリアルもあって、ブロックもあると。まあ、インターセプト持ってないのは少し、残念かなと思いますけど、まあ、それ以外の部分は十分優秀で、ロングボールもあって、引き高まると。というのは、まあ、この選手が一番ヒールは多いかなと思います。まあ、次に多分、クラウチとかになってくるのかなと思いますね。うん。なかなかマッチングでクラウチは見たことはないんですけど、はい。ってことで、何でもやっと、99、おすすめ選手、紹介していきたいと思います。はい。まあ、この選手ですね、僕は、このシュートを上げてないバージョンで使ってるんですけど、やっぱりちょっと重さが気になった影響で、エンジンで使ってるんですよね。で、フィニッシャーにすると控えめになっちゃうので、まあ、長いにしたかったのでエンジンでやってるんですけど、やっぱりちょっとシュート値が足りないと。であれば、まあ、このシュート値の、ここの部分がオール99もありだったかなっていうのは正直思いました。はい。で、まあ、シュート値上げてなくても高精度結構今入るので、今使ってるんですけど、まあ、5時の試合また見てもらったと思うんですけど、まあ、ちょっとあそこで上げてなかったかな。ライブ配信とかでも結構決めてたんですけどね。で、やっぱり、シュート値が99になればもっと入ると思うんで、まあ、そこの差別化はできたかなっていうのと、高さもあるんで、まあ、ヘディングでも決めれるっていうのは強みかなと思います。まあ、この選手はおすすめの人に入ってくるかなと思いますね。はい。次、僕がもうこの作成の中でもうトップ3に今入ってます、自分の中では。はい。で、まあ、この選手もとですね、まあ、フィジカル系の、頭でも決めれるっていうタイプになります。で、まあ、ペースがちょっと、86と99ってなってるんですけど、まあ、99あるし長いあれば十分かなと。でシュートも99オール。でパスがちょっと下手なんですよね。82、83なんで、まあ、ここはちょっと気になってます正直。でドリブルが、90でアジリティ88のバランス82、リアクション88あるんですよね。で、まあ、冷静さもちょっと80なんです、ここも気になってます正直。でヘリング97の、積極性90の、フィジカル99で、スタミナが97、ジャンプ99で、まあ高さですね、今まあ流行って、まあハーランドとかの、まあその部分でも使えるし、高精度も狙えて、ファーストタッチもあると。で、パワーヘッダー持ちのテクニカル持ってるのもいいんですよね。でかいけど、この細かい動きができると。で、これ、エボされる前のアデバを使った時に結構うざかったんですよね、正直。使われたことがあって、うん、
で、まあ、ケミン・アーセンもイングランド、プレミアなんで、まだ比較的合わしやすいのかなとかもあったりとかするんで、まあ、正直これを作成で今悩んでます。はい。まあ、ちょっと重たい選手にはなるんで、それが気になるのと、まあ、重たいか逆にいいんですけど、フィジカル強いし、負けないんで、まあ、それで正直悩んでるっていうのが一つですね。まあ、これも一つ候補かな。まあ、海外とか見ててもですね、あんまりアデバーを使ってる人がいないので、そこも気になっております。あの、この後紹介する選手が、まあ、海外で一番多いなと思うんですけど、はい。で、二人紹介して、3番目がこれですね。この選手自体がですね、これでいいと思うんですけど、ペースが98の、シュート99で、パスが89になります。カタリストつけてるんで、ドリブルが88。まあ、エンジンでもいいかなと思いますけど、で、何が強いってフィジカルやっぱ99になるんですよね、この選手も。身長でかくはないんですけど、やっぱり現環境でフィジカル99あれば、なかなか当たり負けないので、うん、一つかなと思いますね。ただまあ、僕、これを作るんだったら、さっきのアデバを作成する予定です。はい、これがですね、海外で一番人気となってますね。見てても明らかに、使ってる人多いなって思いました。これってなります。絶対使用感いいんですよね。あの、昨日とかでも、やっぱりロドリゴと、フィリックス使われたんですけど、めちゃくちゃドリブルがうまい。はい。しかも完全アップグレード終わってないのに、うまいから、まあ、このコレアとかも確実にトリッカー持って、カレーの身のこなしもテクニカもあるんで、まあ、間違いなく強いなとは思ってます。うん。だからまあこれで悩んでますね。しかも全員配布の選手なんで、まあ溶かしてない人は作れるって感じになります。まあ僕の中でももう、アデバかどっちかって今正直ずっと悩んでるっていう感じですね。でまあ能力も悪くなくて、まあペース94あって、シュート99、パス91のドリブル95。で、ディフェンス値もまあまあある程度あると。まあ54ですけどね。で、まあ、フィジカル部分もスタミナは91あるって感じですね。まあ、能力も十分ですよね。エンジンしておけばパスも十分うまいし、まあ、ドリブル値も99だらけになってるというところで、まあ、冷静さも84あるんで。で、ファーストタッチプラスと高精度プラスなんで、まあ、狙っていけるし、5-5になるし、うん。これは強いんじゃないかなって正直思ってます。なので、悩んでますね。アデバと僕はこのコレアで今悩んでます。あの、他にも強い選手いるんですけど、自分は持ってないんで、まあ、この2人で今悩んでるって感じになります。はい。で、順番に見ていきたいと思います。こばーって見て漏れがないようにしたいので、まあ、アンデルソンも正直ありかなと思うんですけど、アンデルソンだったら僕ドドリゴでもいいかなっていう、金ドドリゴですね、でもいいかなっていうのが正直な感想です。はい。まあ、なかなかね、今回のようなエボっていうのは珍しいので、うん、たまに来るんですけど、やっぱり今回のは本当優秀かなっていうのが正直思ってるので、ちょっと待ってくださいね。これちょっと絞ります。これ EGSBC ってこうやって、選べば絞れちゃうので、便利なんですよね。で、なんでもやが今もあと残り3日とかしかないので、結構期間ギリギリなんですよね。だからあんまり余裕を持ってるとなんでもやが進めなくなっちゃうので、まあ、あの99だけ終わらせたらなんでもやも期間的に間に合うとは思うんですけど、あとフューチャースターも、やってなかった方ですね、82配布されてやってなかった方とかは結構進めるんですよね、見てると。これね、レート順で出てるんで、意外に表に出てるよりも後からの方が強かったりするんですよね。まあ、これも正直強いんですよね。まあ、ケミ合わせがちょっと難しいけど、エンジンにしてペース93の、まあ、55でシュート91、パスも89となって、ドリブル91。まあ、スタミナちょっと低いですけど、クイックステップ、ラビット持ってての、鋭いパス持ち。絶対これもドリブル軽いんですよ。まあでもスタミナないから、やっぱコレアの方がいいのかなと思いますね。まあでも絶対強いとは思います。はい。この選手もあの、配信中に教えていただいたんですけど、普通に強いなっ
って感じですね。まあこれもエンジンにしちゃってもいいのかなとは思うんですけど、だからまあ95-90ちょっとペースが足りないんですよね。まあシュート99のドリブ、パスがうまいんですよね。94-96でドリブも95あってのフィジカルが82ですね、うん、で構成はファーストタッチ、シールド持ちもいいですね。まあ他のちょっとプレス先になるんで、まあこれもありかなと正直思いました。まあただアデバかどっちかかなって感じかな。でロドリゴ、まあ、これ使われてね、ほんと強かったんですよね。ベース95のシュート99、パス89のドリブル93とね、やっぱドリブルがやっぱ細かいですね、使われてて思ったんですけど、ファーストタッチでいいところとどもあるし、かゆめこなしもあるし、テクニカルもあって、でやっぱ構成で持ちだからそこを切りに行かないといけないんですけど、まあ、縦にもいける、で 5-5 っていうこの強さ、うん、超おすすめですね。はい、まあ、ロドリゴでも正直いいんではないかなと思います。あとやっぱ右ウィングを置けるのはでかいですよね。やっぱりそこのポジションってなんか選び時になんか余りがちなので、まあ、それを考えたらそれとしても強いかなと思います。まあ、コレアとかもね RM とかになっちゃうので、うん、ありだなと思いますね。アテネアですね。これなんか84に止めとったらもうちょっと強いみたいなんですけど、僕はもうこれはもう普通に90に作っちゃったので、噛みましたね。ペース97で、シュート99のペース89でドリブル89ですね。まあ、これも、ショートパスは98あるめちゃくちゃパスうまいと思います。で、まあ、自分が今あのフューチャースターで完成して使ってますけど、ドリブルキュンキュンなんですよ。でただパワーヘッダーとアクロバティックやったかな、あの時ついたのしょぼくて、でもこれに関しては高精度とファーストタッチつくんでめちゃくちゃ強いと思います。はい、これも超おすすめですね。フューチャースターでやってなかった方はありなんじゃないかなっていうのが思います。はい、でフィリックスの84エボをやってる方も超おすすめです。もうこれも本当に止めれないですね。84 のセンチュリオンでやってた方は89になるので、まあ、55になってめちゃくちゃ強い。あのこれにもハットトリックされました。はい、超おすすめになります。僕はもう対戦してきた中で思いましたね、やっぱり。うん、これあれかな、ジャックだけにしちゃうとバースデーマジックじゃないと三笘が入ってない、ね、三笘とかも出るんで、まあ、ちょっとこちらを見てみましょうか。オディーセも結構おすすめで上げてたりとか自分も上げたんですけど、うん、これ行くんだったら他でいいなって感じですね。ちょっと自分も候補に上げましたけど、うん、実際は、うん、これじゃなくていいと思います。まあね、一番いいのは本当三笘かなと思いますね。はい、あの開拓者三笘が多分一番僕的にはおすすめかな。まあ、TOTW でも悪くはないんですけど、ペース95でシュート99のパス88のレグ95、これも能力が高くてテクニカルクイックもあって速いんですよね。守備値もある程度あるし、まあ、これもほんと強い、まあ、超おすすめですね。三笘はこれ開拓者三笘、はい、シールド持ちなんですよね。なかなかドリブル取られないし、替えの身のこなしも持ってるし、まあ、これちょっと群抜いてるかなって正直思ってます。あのまあ、出品出ないんですよね。マジで強い。まあ、海外からの得票が高いし、ペース97、ドリブル98、シュート99なんですよ。めちゃくちゃ強くないですか、これ。で、ディフェンス値62で、フィジカル73、パス87と、パスも87なんですけど、まあ、視野とショートパスは高いんで、全然問題ないかなって感じです。まあ、強い。まあ、三笘持ってる人は三笘でいいんじゃないって正直思いますけど、まあ、フィリックスも持ってたら悩みますね。フィリックスと三笘。僕の場合両方いないので、あのどうしてもアデバとかコレアを悩んでますけど、まあありかなと思いますね。はい、まあ差別化するのでアデバを選ぶも正直ありかなっては僕は思ってるんですけど、なかなかあのタイプっていないし、スタミナ97も結構魅力的なんですよね正直。まあ、ただ STCF しかできないから、これもちょっと気がかりは気がかりなんですけど、フィジカル99、スタミナ97、
悪くはないですよね。めちゃくちゃ強いなと思うんですけど、パス、やっぱでパスと冷静さがすごい気になる。まあ、多分バランスとかこの辺はセルロート使ってる感じだと多分いけるんですよ。ただパスがちょっと下手だなっていうのはやっぱ気になるかな。まあでもスタミナ97でフルで戦えるって考えたら強いっすよね。シーカナも99あって高精度狙い、テクニカル持ってるか、多分ドリブルもある程度は許容できると思うんで、まあ使ってみたい。はい、ちょっと使ってみたいなと思ってます。まあこれかこれやかなやっぱりって感じになります。はい、まあ僕の中ではこの2人、あの冒頭にも言いましたけどこの2人で悩んでるので、まあ実際コレアとまだ対戦をしたことがないっていうのもあるんですけど、アスパサブでも使いやすいのはコレアなんかな。はい、まあそんな感じになります。以上になります。はい、余計噛みました。最後ですね、チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまた。今ですね、一応転売情報としてディスコードの方を運営してまして、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、登録後、僕の、X にまた、DM していただけたらそこから招待の方も送りますので、よければお願いします。これざっくりとした紹介文ですね。こういうのを上げてますよっていう感じのです。その日各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、SBC であったりとか、過去作の TOTY についての、説明であったりとか、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、他にも、ディーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、ディーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、自分の成功した案件とかもその辺も載せてるんで、自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい、ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいてるので、ちょっと サーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、だから転売情報だけ欲しいって方はこっちだけを通帳にして、もし質問の方でこう数が多くて通知が多くすぎた間っていう方はこっちは通帳オフとかに分けるように2つに分けてて、こっちであれば例えばプレイの質問であったりも OK ですし、スカットの共有とかですね、スカット相談とか、あと雑談も含めて、あとご質問は市場転売とか転売以外っていうのが先ほど言ったプレイとかになってきます。こういうのもやってますので、転売以外のところも質問できる環境にはしてます。初心者の方とかも含めてですね、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、僕以外の方もお答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい、